先輩、 NHK 受信料ってなんでこんなに高いんですか？ああ、それね、そういうものなのよ。そういうものって、今の時代テレビなんて誰も見てないですよ。実際僕も見てないです。事務所にも置いてないのになんでですか？おそらく車にカーナビがついてるからだろうね。あれで撮られるのよ。カーナビですか？使ったことないですし、運転中にテレビなんて誰も見ないですよね。職務中ですから。ああ、使用してる社員はいないだろう。俺も最近気になって調べたんだけど、そこには深い闇があるんだよね。しまゆうのアトリエ。日本放送協会、通称 NHK。放送法に基づき1950年に設立された公共放送を担う特殊法人。いわゆる国営放送とは違い、財政が独立しており、政府や財界などいかなる出資も受けずに国民の要望に応えるための自立した組織である。公共放送のため公平な立場からの情報提供を行うことができるのが特徴だが、公平性を保つために政府や財界はもちろん民間のスポンサーをつけて広告収入を得ることもできないため、受信料という形で民間から集金している。そんな NHK だが、集金方法や集金システムがたびたび問題となっているのはご存知だろうか？おい、聞いてくれよ。また NHK が家に来たよ。めんどくせえ。 NHK 見てねえっての。あれほんとめんどくさいよね。まあうちは払ってるけどさ、実際ほとんど見てないぜ。時代はネットか YouTube だろ。テレビ置いてるだけで受信料払えって横暴すぎ。時代錯誤も甚だしいよな。契約の義務があるんですとか言ってくるんだけどさ、日本語矛盾してるだろ。それな。民間放送と違い、スポンサーによる広告収入がない NHK は民間からお金を徴収する。その方法は、受信設備があれば契約義務が発生。一度契約すると受信設備を破棄しなければ、以降は半強制的に集金され続けるという強力なシステム。このような状況に国民の多くが不満を抱いていた。そこで立ち上がったのが、元 NHK 職員で現 NHK 党党首の立花隆。立花は約20年間 NHK に在籍し、経理を担当。2005年4月、週刊文春で NHK の不正経理を内部告発するが、2ヶ月後の4月に自身の不正経理で懲戒処分を受け、依願退職。その後、政界入りした立花は、NHK をぶっ壊すのパワーワードを引っ提げて、国政党首でありながら NHK をめぐる過激な発言や YouTube 活動で一躍有名になる。また2020年5月にはガーシーこと東谷義和を政界に引き込んだことでも話題になった。 NHK を相手に裁判なども数多く行い、集金に来た NHK の撃退にも一役買っている。その効果は絶大なようで。はーい。すいません、玄関を開けていただいてもよろしいですか？何の用ですか？インターフォン越しでは説明できないので、玄関先までお願いします。わかりました。めんどくさいな。 NHK です。テレビを受信できる機械を持っていたら、受信料の支払いをしないといけないんですよ。テレビありますよね？あなた NHK の社員ですか？立花さんに動画を送りたいので、撮影してもいいですか？げっ、立花の名前出すやつはめんどくさいんだよな。あ、すみません、動画はちょっと。また来ます。このように突然自宅に訪問し、契約を求める NHK に対しては、立花の名前を出すことで撃退ができると言われている。しかし、すでに契約してしまっている場合、基本的には一生受信料を支払い続けなければならず、NHK を全く見ない人からすると、厄介な存在であることには変わりないだろう。ところで、この NHK の集金システムを支えているものが何かを皆さんはご存知だろうか？テレビを受信するためにはチューナーが必要。ということは、逆に言うとチューナーがあればテレビは見れるということですよね。実は違うんですよ。え？どういうことですか？テレビの放送はデジタル放送になってからスクランブル、いわゆる暗号がかけられ、チューナーだけでは視聴することができません。そのスクランブルを外すことができるのが B キャスカード。そんなものありましたっけ？あまり記憶にありませんが。ねえ、ご自宅にテレビがあれば必ずついています。そして見えないところに設置されていますが、カーナビにもついています。知りませんでした。チューナープラス B キャスカードによってテレビは視聴できるようになっているんですね。B キャスカードというのは、簡単に言えば携帯電話でいうところの SIM カードのようなもの。 IC チップが内蔵されており、チップが認識されなければテレビを購入しても視聴できない。その仕組みは、デジタル放送にかけてあるスクランブル信号を B キャスカードによって解除することで視聴を可能にしている。
普段の生活で意識されることのない B キャスカードだが、テレビを受信する設備として成立するのに必要不可欠な存在だ。車のカーナビを含めて、テレビの見れる設備にはほぼ必ず取り付けられており、消防車や救急車、パトカーなどの緊急車両のナビシステムにも搭載されている。これにより、車を保有する自治体は受信料を支払わなければならず、国民の知らないところでも多額のお金が NHK に集金されている。そのため、一般市民はもちろん、各自治体からもこのような NHK のビジネスモデルは問題視されていた。しかし2019年、ワンセグ機能付きカーナビの裁判にて NHK が勝訴した。つまり、チューナープラス B キャスカードの黄金コンビが揃っている限り、契約義務が発生することを司法は認めたのだ。なあなあ、俺天才かも。チューナーだけなら放送を受信する設備にならないんだったら、B キャスカードなしでテレビを見れる方法考えればよくね。マジか、お前は天才だよ。ただ同じように考えた天才が過去にもいたらしいぜ。マジかよ、やるなそいつ。で、どうなったの？逮捕されてた。マジか。B キャスカードの役割は、デジタル放送にかけられているスクランブルを解除すること。そこで NHK の受信料支払いを避けるために、違法にスクランブル信号を解除する方法が編み出されたことがある。2016年には、なんと中学生が B キャスカードなしでもスクランブル信号を解除してテレビが視聴できるプログラムを開発。インターネット上に公開したが、後に逮捕されてしまう。このように NHK を見る見ない、それどころかテレビを見る見ないに関わらず、反強制的に NHK の契約義務を負わされる現状に、ある製品が開発された。チューナーがついているものには、全部 B キャスカードがついていて、勝手にスクランブルを解除したら違法。これではさすがに NHK の受信料を払うしかないですね。そうですね。ですがそんな現状に待ったをかけるべく、あの激安の電動ドンキホーテが自社ブランドでチューナーレステレビを開発しました。これはネットテレビ専用のテレビで、チューナーがないので NHK の契約義務はありません。すごい、そんなものが発売されていたんですね。国民に対して何の説明もないままテレビを購入した時に勝手に B キャスカードをレンタルさせられ、それにより NHK の契約義務が発生しているという恐ろしい状況。そんな状況にマットをかけるべく考えられたのが、チューナーをつけないテレビだ。チューナーがついていないテレビであれば、放送を受信できる設備が整っていないということになり、受信料の支払いを避けることができる。そこでこの発想に着目したドン・キホーテや立ち話に共感する一部の会社が、NHK の契約義務が発生しないチューナーレステレビを開発。ネット放送のみが視聴できるチューナーレステレビが一部で販売されるようになった。そして現在、そこからさらに一歩踏み込んだ新しい方法が生み出される。今、チューナーがついているのに、受信料を払わなくていいカーナビがあるんですよ。それは違法では？違法ではないんですよ。なんとあのトヨタの子会社が開発してまして、B キャスカードの代わりに RMP と言われるソフトウェアを購入することでテレビが視聴できるようになっています。逆に RMP というソフトウェアを買わなければ、NHK と契約しなくても良いということですね。トヨタの子会社は放送券を3万3000円で販売。RMP のソフトウェアを購入することによりテレビを視聴可能にした。これによりカーナビ購入だけではテレビを見れない状態にしたのだ。現在は一部の車種だけの搭載だが、これからカーナビが標準仕様となれば、カーナビを取り付けたせいで受信料を払わなければならないといった事態を避けることができるようになり、自治体などからも注目されているという。そしてこれまで数々の国民を苦しめた訪問販売についても動きが。実際 NHK を未契約の人が BS を見てたら、画面にこのメッセージを消去されたい方はお電話くださいって出るでしょ。で、電話して名前と住所と電話番号を言うと BS のスクランブルを消してくれるんですよ。その後に契約してくださいと申し込み用紙が来るんだけど、それを無視すると100人に1人くらいが裁判される。そうなんですか。未契約の人はそのパターンでしか裁判に持ち込めないんですよ。なるほど。テレビ見て電話かけちゃってるわけですから、言い逃れできないですもんね。ところで N リンクスでしたっけ？ NHK の集金委託会社はどうなったんですか？あれね、2023年9月までで受信契約の委託業務が終了するんですよ。NHK の集金、来年以降来なくなります。そうなんだ。NHK の集金代行会社の契約終了に伴い、個人宅への訪問営業がなくなることは NHK 会長の前田氏も公言。ネット普及によるテレビ離れ、選択的視聴が可能なテレビやカーナビの開発、そして NHK 子会社による集金委託業務の終了。NHK にとってはこれまで以上に厳しい状況となるのは間違いなさそうだ。NHK の受信料の徴収が難しくなればなるほど、安定的な収入を得るためには変化が必要になるのかもしれない。そしてネット社会となった現在、
テレビよりも SNS が最先端の情報を扱う媒体として捉えられてきており、公共放送としての存在価値についても問われかねない。長く続いてきた公共放送としての NHK が、立ち話を中心とした反 NHK の国民にぶっ壊される日が来るのかもしれない。